こんにちは、国語の永井です。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとこの落語の話でもしようかなと思いまして、よくストーリー記憶という言葉がありまして、なんかこう物事を記憶するときにストーリー性、物語性があると覚えやすい。単にこう単語だけを覚えるんじゃなくて、そこにまつわるストーリーとかっていうのを一緒に覚えると非常にこう記憶しやすいなんていう言葉があるんですが、その中で例えばこう100人一首ね、学校でこう学ばされるっていうのね、あると思うんですが、この和歌なんていうのはよくわかんないね。何を言ってるんだかわかんないとかね、内容がつかめない、ね、多いんですが、例えばその和歌が書かれたストーリーとかを話しますと、こう女の子なんかはね、結構こう感じ取ってくれるというか、なんかこうそこにあるこうなんか人の思いみたいなものを結構ね、感じ取ることが多いんですが、男性は、男の子はあんまりこういうのがピンとこないことが多いと。で、なんかこう、もうちょっとこう、親しみやすいものはないかなという時に、落語みたいなね、笑い話っていうのは結構こう、いいんじゃないかと思って、100人以上を題材にした、まあ、笑い話を、落語っていうのも結構あるんで、それちょっと紹介しようかなと思います。まずこれ、ね。手を早め岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。有名な、まあ、和歌なんですが、この文法的に言いますと、この実ということですね。早見、ね、形容詞の語感に実がつくとどんな意味になるのかっていうのはこう、まあ、文法書なんかで見たことがあると思うんですが、まあ、ちょっとそういうのを覚えさせられると思うんですけどね。まあ、これ、どういう意味かっていうのも、まあ、当然初見の人がよくわかんないなということはあると思うんです。で、これ、誰が書いたかと言いますと、これ、崇徳院という方。ね、日本が誇る三大怨霊の一人。まあ、これはまあ、音量とはいえ、その生前ね、読んだ歌で、こう、結構この歌っていうのは綺麗な美しい歌で、まあ、人の思いみたいなものをよく描かれている歌なんですね。で、まあ、簡単にこう、これどういう落語になってるかって話しますとですね、まあ、ある、商人の家の若旦那がですね、こう、なんでしょうね、患ってしまったんですね。まあ、病気になってしまったと。で、お医者さんが言うには、これ気持ちの心の病だと。で、その心が晴れないとあと5日ぐらいで死ぬよというふうにこう話になりまして、で、この若旦那の幼なじみである熊五郎という男が呼ばれまして、で、その熊五郎にこうちょっと若旦那から話を聞いてもらってね、ちょっとなんとか解決できないかっていう流れになります。ちなみにこの熊五郎というのはよく言う熊さん、八さんの熊さんの方ですね。まあ一般名詞みたいなものです。で、この熊五郎というのが話を聞くと、どうもこの恋煩いらしいと。ある日高津神社という、まあ、神社にですね、参拝に行った時に、お茶屋さんで休憩していた、なんかこう美しい娘さんがいらっしゃって、で、その一目惚れをしたと。で、その娘さんが忘れ物をしたんで、それを届けに行った時に、まあ、その娘さんから紙に書かれたですね、こう、まあ、ある和歌を、ね、受け取ったと。そこに何て書いてあったかというと、背を早み岩にせかるる滝川のという、こう紙の句だけをこう書いた紙を渡された。で、その時は何のこっちゃよく分かんなかったんだけど、若旦那後からこう気がつく。ね。その下の句は割れても末に合わんとぞ思う。これは、つまり、別れた後、いずれまたお会いしとうございますと。ね。いずれ会うこともあるでしょうみたいなね。そういうまた会いたいという意味を込められたラブレターだったんですね。それを受け取って、で、結局その娘さんはどこの誰だか聞かずにこう別れてしまったんで、ずっとこうまたもう一回会いたいけど会えない、ね、そういうところでこう心を患ってしまって寝込んでしまったというところで、だからこう熊五郎にですね、のが探してくれというふうに頼んで、熊五郎がこう江戸中を駆け回ってですね、この瀬を早見にせかるる滝川のっていうのを叫びながらこういろんなところを聞いて回る。で、結局どうなるかっていうのをまたちょっとぜひストックを聞いていただいて、まあ、知っていただきたいんですが、これは割れても末に合わんとぞ思うっていう言葉を非常にうまく使った、まあ、ストーリーの中にこう入れ込んだ分かりやすい落語ですので、これをこう一通り聞くとですね、何度もこれ連呼されるんで覚えますし、あとこれがどういう思いを込められたものなのかっていうのを、そのストーリーを知ることによって非常に分かりやすくこう心の中に入ってくるんじゃないかと思うんですね。こういうふうに100人一首とか昔の古文っていうのを題材にした落語っていうのは非常に多いんでですね、落語を聞くっていうのは古文の勉強にもなると。まあ、参考までもう一つ。これ、チャハヤブル。これも非常に面白い落語なんですけど、チャハヤブルという落語がありまして、これまあ、ちょっとご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、これ有名な歌ですね。チャハヤブル、髪を聞かず立つたがわからくれないに水くくるとは。これもね、かの有名な、伊勢物語の主人公とされるね、非常にこの、イケメンの男性が読まれた歌なんで、まあ、皆さんご存知だと思うのであえていませんが、
この歌どういう話かと言いますとね、これも結構面白くて、まあ、知ったかぶりっていうのを題材にした話ですね。あるこの今度はハッさん、ね、八五郎という男がご隠居に相談に行くと、娘にこの千早売るという歌をね、どういう意味か聞かれたんだけど、俺は学がねえからよくわかんねえと、ちょっとご隠居教えてくださいと。これだご隠居もよく知らないんだけど、知らないっていうとちょっとこうね、恥ずかしいじゃないですかと。だから適当に考えて、この内容をこうね、こじつけて説明するみたいな、そういう知ったかぶりのお話です。まあ、その適当にこじつけた内容を覚えちゃうと困るんですけど、でもこれ結構覚わる、この歌自体が覚わるんで、一回聞いてみるといいですね。ちなみにですね、竜田川って、ね、名前誰でしょう。竜田川っていうのは何を言ってるか、何のことを指してるか分かるかいと、こうご隠居を聞くわけですよ。で、八五郎は、ああ、これは竜田川って言ったら川のことだろう。ね、それがまた素人了見だと。竜田川といえば、ね、これはもうお相撲さんの名前だと。ね、大関竜田川というやつがいると。いうところから、花魁のね、千早という花魁に、こう、言い寄ったんだけど、振られてしまったと。で、その、妹分である神代という女にも、ね、言い寄ったんです。その女にも聞かず、ね、振られてしまったよと。ね、その、千早が振って、神代も聞かなかった竜田川がどうなっていくのかと。ね、からくれないに、水くくると。これは、竜田川振られたショックでね、業績が落ちて、廃業して、豆腐屋さんになるんですね。で、豆腐屋に、まあ、ある時、その、みすぼらしい女性がですね、豆腐を買いに行くと、おからをもらいに行くと。で、おからね。おからくださいと。で、それをよく見たら、ね、竜田川がその女をよく見たら、昔自分を振った千早であったと。で、そんな女に、おからはやれねえって言って、からくれないと。いう話になるんですね。まあ、うちはちょっとまた、ぜひ聞いていただいて、していただきたいんですが。まあ、こういうふうにこう、なんかこう千早振る髪も聞かず竜田川なんて普通に覚えようとしても大変なんですけど、なんかストーリーとともにこうやってね、百人一首と親しんでいくっていうのはなかなか記憶にもいいですし、まあ聞いてて楽しいですからね。ぜひその落語ね、百人一首を題材した落語って結構あったりするし、なんか百人一首じゃなくても古典を題材にした落語なんて当然江戸時代に作られたものが多いですから、江戸時代の本といえばまあ古文とか漢文だったりするわけで、それを題材にしているものって結構あるんで、まあぜひその聞きながら、まあ、覚えるというのも非常にこういい勉強法じゃないかなと思いました。以上でございます。